やりにくいってのはもう明確に一人いて、うわーむっせーなよ。愛は感じますよね。いや愛ないっすよあんまり。なんですか。インスタの次は X だー。 X 公認の新サービスがついに登場。 X で売り上げを最大化するなら X ステップ。詳しくは概要欄から。よしのハワイチャンネルということで、本日もお忙しい中、トラの皆さんにご参加いただきましたということで、はい、初登場、岡田真由美さんです。はい、初ですよ。はい、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。こんばんは、皆さんよろしくお願いします。あ、初なんですね。はい。初めてですね。実は僕、志願者だった時、トラに座ってくれてたんです。で、出資もしていただいてっていう関係で、はい、岡田真由美さんとか、あの、林さんの飲み企画。ああ、岡田真由美を飲ますから。はい。見ました見ました。いや、わかったっすね。何ひどい。いつもいますでしたけど。いつもよりましでしたね。いや、でもやっぱり岡田さんもやっぱり司会者として社長なのか、はい、カメラが回ってると結構おとなしかったんですよ。はい。いつもはもう少しなんか派手にやってくれる方なんですけど、うん、クライブイベントの時とかもう前見せたもん、腰振りなのか。やめて見ました。あ、めちゃめちゃイチャイチャしましたよね。いや、イチャイチャしようとしてきたんですよ。一緒にずっとあと50年先行ってる。あと50年先行ってる。まあ、そうですけど、すごい一緒に踊ってくれました。いや、踊りはしますよ。すごい踊って乗ってくれました。はいはい、うん、おー大変ですよ、こっちも。陽キャリア。陽キャリアじゃないの。陽キャリア。もうすいません、酔ってます。師匠のイメージないけど、踊ったりするの。いや、本当に辛かったですよ。マジで辛かった。マジで踊りたくないし、もう何かびっくりしちゃったんですよ。隣にせっかく連れてきた天外に来てくれてキャバ嬢の子もいるんですよ。そうなんでキャバ嬢のことこうやりたいのに、まゆみさんがこうやって。え、クワさんとかが、あ、押し付ける。岡田さんは誰か面倒見ないといけないし、ね、すいません。でも岡田さんは結局、うん、トラの中で誰が一番好きなんですか。林さんのチャンネルでは林さんって言ってましたけど、うん、うちに誰が好きなんですか。ゆきさんで言うとそういうのは思わないって言って。まあ、そう。あ、はい、悪口の方に持っていくんですか。嫌いなトラを聞きます、早速。嫌いなトラ。この人は無理みたいな人います。でも、青さんも言うてないですよね、トラも。いや、僕もは、みんなのこと好きなんでね。ちなみに前は寺田さんが有馬さんね。有馬さんいましたね。で、井口さんが有馬さん、はい、はい、で、僕が有馬さん。あー、みんなは秋田ともハッピー。いや、まず寺田さんはやりにくいトラね。やりにくいトラ、一緒に並んでやりにくいトラって。あー、なるほどね。よくやりにくいトラはもう明確に一人いて、うん、ドラゴン細い。わかる。うっせーのよ。わかる。マジで。しかもあの人結構振りも雑いし、振りも雑いですよ。めっちゃわかります、うん、なんか僕虎の輪の間でおい詐欺師お前意見ねえのかとか言われたんですよ。怖い。パスがエグいんですよ。パスがエグいんですよ。パラーンってスルーパスやって、うん、おーって追いかけて全然届かなかったら、なんだあの無能みたいな。そう、お前のせいだから。ドラゴン細井さんと一緒になると、もう話す隙がない。令和の虎でやっぱり出て難しいなと思ったのが、いつのタイミングで質問していいのか、いつ口を挟んでいいのか。やっぱり先輩の虎がいると空気読んで、あ、先輩どうぞみたいな風になるじゃないですか。なのですっごい難しいんですよ。ドラゴン細井さんだともう永遠に話し続けて、で、理にかなってることもたくさん言うので、なんかその後に口を挟んでなんか質問するのもレベル低いなって感じ、うん、とか。でも何ですか、ね、はい、細井さんの結構強く言うじゃないですか、うん、はい、でもみんなからの愛されてるじゃないですか、すごい、うん、青さん的にはそれどういう分析なの。ドラゴン細井さんがあんだけ言っても燃えないというか、顔が強いから言っても許される雰囲気出てるんじゃないですか。もうオーラの、うん、ノンバーバルが強いから、うん、なんていうんですかね、なんか愛は感じますよね。いや、愛ないっすよ、あんまり。なんですか。冷静に。その、一部の切り抜きで、なんか愛ですって最後出してるシーンがバズってるから、そのイメージあるけど、うん、ほとんどのシーンはボコして終わりですから。ボコして。実は。令和の人は勘違いされがちなんですけど、うん、切り抜きで結構その人のイメージついちゃってるんですよ、うん。そのイメージによって許されてることたくさんあるんですよ。確かに。細井さんも多分そうで、一回ボコして、最後愛ですって出したそのイメージだけでずっと好感度取ってるんですよ、うん。実際よくよく見たら、ほとんどボコして終わってるんですよ。うん、僕も爪キャラのイメージありますけど、詰めてるの実は切り抜きでバズってるやつだけで、僕ほとんどの回路は詰めないんですよ。めちゃめちゃ優しい。そう、あの結構多い、多いんです共演が。
でめちゃめちゃ優しい、本当にハートがね熱い。そう、ね、ハートが熱いキャラでしょ。いや全然そんな感じじゃない。ハートが熱いキャラではないでしょ。私もいつも隣だからでもある。翔平さんあんまり共演してないじゃないですか。再生回ってない回の僕見てください。めちゃくちゃ優しいです。で、たまに、あーそろそろバズらすときますかってやって、カッとやってさ、すごい。そんなことできるの？それって愛なんですか？それかっこいいじゃないですか。なので、バズるときは、岩井社長が絡む、モンソサーがそういう、こうキャラのときってあったじゃないですか、2年前ぐらいからそういうキャラっていう感じのとき、あ、始まったってドキドキってするわけですよ。え、うん、ガチガチじゃないどっち怖いんですけどって、うん、それが僕隣に座ってた時のチェジュ島テールスープの時に、うん、ああそうでしたね。そう、マオさんが岩井さんとガチで、うん、あれ なんで喧嘩したの。あ、なんかネット通販が強いですから、ネット通販の初歩的な質問をしてたら岩井さんが難しい、仕事潰してんのかって言ってきて、そうそうそう、全然潰してないんですよ。で折れるんかなと思ったらずっと言い返してるから、わかるわかるわかる、バカバカバカってわかる、こっちも当たり前のこと聞いてるからみたいな話でしたね。そうそうそう、あの回がね、あの回のイメージしかないから岩井さんと喧嘩してるイメージあるんですけど、あれも実は1回しか岩井さんと僕喧嘩したことないんですよ。え、あれだけ？そうですそうです。そうなんだよ。あの後も何回か吹っかけてるんですけど、結構お互い仲良くなっちゃうんで、僕が岩井さんに吹っかけたら岩井さんがなんか僕に切り返すかと思ったら志願者に詰め始めちゃうとかで、あのパス回しがうまくいったのはあの回だけだったんですよね。でも最近司会者も結構増えてきてますよね。増えてね、バーンさんだったり、しずくりさんだったり、おとかけさんだったり、うん、高澤さんです。あ、そう、高澤さんだ。もう4名体制になって、うん、本当司会によって雰囲気で全然違いますよね、うん、はい、まあ僕バーンさんやりやすいですけどね。あ、まあわかる、バーンさんやりやすいですね。わかりますわかります、盛り上げてくれますもんね。でも実は僕、はい、事業再生版で司会やったんですよ最近。そうなの？すごい。いや、なんかもちろん僕が一番最初キャスティングされるわけないんですけど、茂木さんが予定を入れてしまったみたいな、で誰かいないかっていうので2日前ぐらいに稲葉司会やんないかみたいな。すごい。でも司会やってみたんですけど、やっぱめっちゃ難しいっすね。あ、そうなんだ。なんかやっぱ家事を取ってる感じあります。話題を変えようとか、はいはいはい、いや、この人のいいところをどういう風に伝えられるんだろうみたいな。向いてそうやけどね。いやー、こうやって仕切るじゃないですか、いやー、司会の舵取りでだいぶ番組の方向性違うなと思って。あ、青さんもやられてますね。僕がやってた時はぼーっとしましたなんか司会の方めっちゃ叩かれるからね、やる気あるのかみたいな、眠いなと思って何の司会ですか？だからスキル獲得版で司会に座ってたんですけど、うん、スキル獲得版で結構トラは強いの、それで、はいはい、じゃあどうぞってポケーってしたら林さんに、青さんどうですかって言われて、やっぱ聞いてるんだうるしさんすごい。いや、司会は本当やっぱ重要っすよね。岩井さんのように、うん、そこでギアをガーンって言って入れられないかによって再生回数も変わりますし、インスタグラムからの売り上げを伸ばしたい、 DM 自動化システムで集客や売り上げを最大化する iSTEP、 詳しくは概要欄から。最近収録時に思うのが、緊張感が絶妙にないんですよ、うん、本当にあの担任の先生がいない実習室みたいになって、分かるな。でなんでなんだろう、別にみんないい大人じゃないですか、サボりたいとも思ってないし、普通にちゃんと真面目にやろうと思ってるのに、若干緩んでるのが、岩井さんいるとあの人もうわけわかんないんですよ、切れる場所が確かに本当に一般法則のない時代劇なんですよ。怖い怖い怖い、確かに怖い。だから適度に緊張してるんですよね、みんなこれ言って大丈夫かなそれ大丈夫なはずなんだけど本当に大丈夫かなみたいな、もうわけわかんないタイミングで謎に切れるおじいちゃんが一人いたことって大事だったんだなっていう。本当重要でしたね。林さんとかが怒るポイントってわかるんですよ、桑田さんが怒るポイントわかるし、だから緊張しないんですよね、そこだけ避ければいいから。すごい。岩井さんはマジで謎なんですよ、その日によって違うし、確かになんか日によってちょっとなんか違う感じの岩井さんありましたけど、でも今回あの新体制になって林さんが主催になって、うん、林さんもなんかすごく虎のグループラインの方で、はい、なんか新体制でなんかお呼ばれませんか、うん、LINE とか来てたと思うんですけど、はい、林さんになって新体制になって、うん、どんなことが変わると思います？フィナンシェ押しすぎじゃないですかそうですね、フィナンシェやってないんですよね僕は。
そこら辺の法的な知識がないんで、知識不足がゆえにうっかりその証券性を帯びる発言とかしちゃいかねないなと思って、自分自身が、しっかり知識つけてからじゃないとやれないなと思った、意図せぬ法律違反もしちゃいそうだなと思った、軽商法違反とか、まあ、そんなありえそうな発言によっては。トークもそういうのあるんですか？あります、あります。株じゃないんで、だけど実質的に株みたいな動き方をしちゃうときってあるじゃないですか、うん、これ絶対上がるよとか、そういう風に言うかとか、何パーセント買い支えますとか言ったら一応証券性を帯びちゃうらしいんですよ。何万円分のトークンを上げますっていう風に言ったら、これは景評法違反に引っかかる可能性があるみたいな、ちょっと僕も詳しくないんで分かんないですけど、まあ、とにかくそういうなんか法律の落とし穴というか、うっかり法律違反しちゃう落とし穴がいっぱいあって、でも本当に今もう林さんがもうめちゃめちゃインフルエンサーじゃないですか、虎に広まりすぎて、誰が林さん、桑田さん、井口さん、僕、稲葉さん、あ、あとあれ、事業再生版や、事業再生版です、ね、あと一応志願者でもやってる子いますよ、あ、ミダシ、フィナンセって何ですか、あ、ミダシ、そう、フィナンセ、まず、ちょっと待って、先生、ごめんなさい、知らない、おばあちゃん、何ですか、すみません、言うな、視聴者の皆さんも分かんない方いらっしゃるかもしれない、まあ、確かにね、うん、教えて、フィナンセっていう、まあ、はい、こう、トークンを発行するんですよ、で、トークンを買うと、自分で作った仮想通貨みたいな、あー、分かります、はい、マイミトークン発行します、って言ったら、それをみんな買いたくるんですよ、はいはい、でもそのトークンの発行部数を決めれるんですよ、こっちで買いたかったら、その需給のバランスでトークンが値上がりしてくるんですよ、でその取引に応じて手数料が入ってくるってい う、 なんかこう上場してないのに上場してるみたいな、理事的に上場するみたいな仕組みだっていうふうに僕らは理解するんですが、はい、これを本当に上場してないのに上場してるようかのようなことをしてしまうと証券性を帯びてしまうので、それは違法なんですよね、はいはい、なるほどなるほど、マイムス全然令和の虎見てないですよ普段 何してるえ普段仕事します、全然見てない、めちゃめちゃ仕事します、だからすごい仕事、すごい仕事、遊びじゃん遊んで遊んで遊んで30年早く行って年齢関係ないんでね、でも本当に林さんがめっちゃ推してるんで、あとなんか桑田さんとかもホストの授業やられてるんで、やっぱ銀行から融資って得れないんですよ、でも逆にフィナンシェを活用すると、資金調達の一面もあるんでできるっていうので、新たな資金調達ですね、SNS 時代、すごい広まりすぎてますよね、ちょっとさすがに、全部なんかフィナンシェみたいな、まあまあいいと思いますけどね、その資金調達がより簡易になるっていうのは、でもなんか令和の虎がそれになっていくのは僕はちょっと心配かな、まあそうですね、フィナンシェ色が強くなりすぎるのが、そう、時価総額って言われる、はい、ランキングみたいなのがあるんですよ、はい、人気な仮想通貨みたいな、はいはい、それも全部令和の虎埋まっちゃいそうですもんね、はい、すごいちなみに相性がいいんですね、最近は誰が1位の、最近でも、あの、トラカイがいると FC ちゃんです。最近、池早さんっていう人がね、ああ、池早さん。1位になって、へー。危ないは危ないと思うんで、うん、林さんとかそこら辺のバランス感覚めっちゃ上手ですけど、調子に乗りまくると危険だなと僕は思ってます。選択肢が増えることはいいことなんで、うん、めちゃくちゃ可能性はあるし、株式会社の発明ほどのインパクトがあると思うんですね、このままうまくいけば、資金調達が株式ではなくトークンによって行われるし、それがファンから行われるっていうのはすごく夢のあることだけれども、法的知識を持たなければうっかり違法なことしちゃうみたいなのがあり得る領域だなと思ってます、あとファンを裏切る可能性も結構あるんで、はい、それこそ昔はバリュー事件とかでね、ヒカルさんが大炎上したのとかも、まあ仕組み自体はほぼ似たようなもんなんで、そう思いました、でもあれも多分ヒカルさんはそんな分かってなくてやっちゃって、批判を食らう、でその知識不足によって悪意のない悪いことをしかねないと思うんですよね、はい、ああいうの領域、だからこそ監査があるし、上場にはそれなりに厳しい審査があると思ってて、はい、その監査とかを超えずにほぼ株式取引みたいなことができてしまうっていうのはかなりの細心注意を払ってやらなきゃいけないことだなと思います、うん、でも一番そういうのに注意してるのって井口さんじゃないですか、うん、そういう危険な橋で渡らない人がフィナンシャってるっていうのは、トラ海外ではあ、井口さんもやるんだみたいな、まだ行かれてるんだね、どういうの？昨日も令和の虎一緒で遠藤さんと共演してたんですけど、遠藤チャンネル出たいよって、俺もギャンブルやりたいとか言ってたんで、もう守備範囲が広すぎて、井口さんはすごいですね、イケイケですもんね今ね、でも井口さんって本当に体一つでやってるのかなと思いますけどね、本当っすよね、だってコンビニにも現場立って、公園運営して、建築あの幼稚園の授業をやって、すごい、この前行ってきたんです、井口さんの公園行ってきて、うん、やばいよ、
あのさ、はい、動きがアクティブ。もうわざわざ僕は駅まで迎えに来てくれて、はい、公園まで連れてってもらって、はい、で薪割りさせられて、薪割りで晩ご飯作るからっつって、ほんでほんまにボランティアのご飯を全部井口さんが作ってるの。すごい。で、殺気立てるよ、キッチンが。井口さんがもう動きすぎて、はい、そう、はい、誰も入るなみたいな。でも僕はもう手伝うじゃないですか。うん、それでももうブワーって自分で切ってブワーって炒めて、そうそう、すげえね、料理人料理人たちを置いて入るんじゃないっつって、確かに確かに、ほんで床ビチョビチョなんよめっちゃ汚いほんでそっからボランティアの人らとご飯食べて飲んで、ほんでそっからもうなんか学生みたいな飲み方させられて、ワンカップ宝石みたいなの、飲め飲めみたいな、すぐ飲めさせられて、ほんで夜も一緒に飲め飲めつってやって、ベロベロなって YouTube ライブしたんですけど、うわ怖い、酔ったあかんこといっぱい喋るやろ、いやもう酔っ払っただけの YouTube ライブだけはマジダメっすよ、本当に危険ですね、本当に。ポーカー演じもそこから始まったんで、もう YouTube ライブ中にちょっと、ね、あ映ったりね、映ったりとかで、はい、ほんで僕めっちゃ二日酔いだ、めっちゃ飲まされたから、ほんで翌朝6時に起きて、キノコ狩り、キノコ狩り一緒に行ってもうめっちゃ山道登るんですよ、めっちゃしんどいよ。うわすごい。それでもあのおっさん一人バー上がってきて、すごい。いくつでしたっけあの方？49とか。49歳と社長が、あ、じゃあ変わらないけど。変わるけどね。49と44変わるやろ。まあ、ユウさんすごいっすよね。すごい。だらんとゴルフやってても、突然なんかこうちょっとラフの方行くじゃないですか。うん、そしたら球見に行ったと思いきや、キノコ取ってきますからね。これ食えますよって。怖いです、ね、やだすごい、ホールヒューインターじゃないんだって思って、松茸を見つけた井口さんの衝動とか見ました？いや、わかんないです。あー可愛かった、松茸見つけましたすごい可愛い井口さん、あ、少年みたいな人なんです ね。でも僕思うに、一番令和の虎で今一番勢いある右肩上がりだったのは井口さんだと思う。なってるよね、はい、すごいやっぱ数字持ってますし、ビジネスにファンが多いです一番、うん、おいおい。でも私この前令和の虎の綿貫さんの誕生日会行ってきたんですよ、うん、でも欠点言っちゃいます、井口さんの悪口言っちゃおうじゃん、はい、おお大丈夫。本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ぜひよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。